NII の藤原と申します。引き続きまして、学人 RDM と連携するデータ解析機能についてご紹介いたします。先ほどご紹介ありましたように、我々はオープンサイエンスを支援するさまざまな機能を今、NIIRDC として開発しております。その一部の機能と一貫といたしまして、データ解析に関わる機能を私の方で担当しております。あの私はもともと HPC の人間でして、 スパコンの中のネットワーク設計とかどっちかというと理論的な研究をしていたものですで2018年からこのアルコスの方に合流いたしまして主にデータ解析をこの研究データ管理の中にどうやって組み込むかということを考えてまいりましたで、えー、現在までにできている機能として、まあ、その非常に基礎的な部分ではありますが、えー、このデータ解析機能を紹介させていただきます ーオープンサイエンスという言葉は我々よく使うんですけれどもその中でデータ解析ってどういう位置づけになるかなということをこの絵に描いてみました、えー、先ほどご紹介しましたここに管理基盤と書いてございますのが学人 RDM ですが、えー、この中で研究者がまあ日々共同研究者と一緒にデータを管理して、えー、データをいじっていろんな成果を出そうとしているわけです そのデータをいじるということの内実はソフトウェアを開発してそのデータを解析するということに他なりませんしたがってこの管理基盤の中からこうひょっと角が入るような形でデータ解析機能をくっつけてあげてこの2つをうまく連携させてあげることによって日々のデータ解析とそれに基づく新たな知識の発見ということが共同研究者との間でスムーズに行われるのではないかとまず考えた次第です でこの頭にデータとコードが循環する世界と書いてありますがこれが何を意味しているかというとこの日々の研究の中で行われた成果というものが循環して次の研究に役立つという世界を私はこのオープンサイエンスの真髄であるというふうに思っております我々の提供しているサービスの中の一つ検索基盤などを用いまして まず研究のネタを探すわけですね先行研究のデータを発見してこの研究面白そうじゃないかとちょっとこいつのデータをもとに新しい研究を始めてやろうと思いましたらその発見したデータを学人 RDM の自分のプロジェクトにまず取り込むことができるといいなと。 そそしてその取り込んだデータに基づいて自分で新しい解析プログラムを実行したりまた先行研究が提供している解析プログラムを改造したりして自分なりの解析を行うとそうすることで自分なりの新しい発見が得られるとでその発見がまとまりましたら論文に書いてデータとプログラムともども公開基盤の方に公開すると。 そうしますと公開されたデータはまた解析基盤、えー、検索基盤の方で検索可能になりまして次の研究者に発見されて、えー、新たな研究へと発展していくこのサイクルがぐる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 回る世界というものを我々はあのオープンサイエンスの世界であろうと思っておりますそしてこの循環をこうフリクションレスに加速させていくための仕組みというのを NIRDC として作って皆様の研究を支援していけたらと思っている次第です さて、今、この丸2の部分が、そこで私が今担当している解析機能になるわけですけれども、もう少し具体的に書きますと、このような機能を現在開発しております。左側に書いてございますのが、学人 RDM です。学人 RDM には、n i r の標準ストレージや機関様のストレージが接続されています。ここで研究データが管理されています。でこれとは別にですね、解析用の計算機というものを、この右側に書いてございます。 これは基本的には NII が用意している計算機上で Jupyter ノートブックの環境が展開されるというものです。そして今回開発した解析機能を有効にしますとこの学人 RDM の画面内にローンチボタンが絵の中にちょっと書いてあるんですけれども解析環境を起動というボタンが現れます。このボタンを押すと何,を何が起きるかというとこの学人 RDM 上で定義した計算環境に基づいて 自動的にこの学人 RDM 内で管理されているファイルがデータ解析環境の方にコピーされますそうするとデータ解析環境の方では皆さんおなじみの Jupyter ノートブックの機能を用いてこの取り込まれたデータに対して任意の解析プログラムを書いて実行することができますそして得られた解析結果これも何らかのファイルの形で得られると思うんですがそれをボタン一つで簡単に学人 RDM の方に書き戻すことができます そうしますと、学人 RDM 側で他の共同研究者や学生たちとその解析結果やプログラムを簡単に共有することができて、えー、き共同研究がスムーズに進むということを考えております。また、あの機関ストレージなどを接続している場合にはそのストレージの内容をこの解析機能側のコンピューターから、えー、っとリモートで読み取る読み書きをすることも可能となっております。でこれが基本的な構成なんですけれども、えっと 場合によっては NII の計算機ではこうやりたいことができないということもあると思いますので大学や研究室等で所有している計算機や VM またはパブリッククラウド等の計算機を用いてこの右側に相当する計算環境を自分で立てることもできると自分で立てた解析環境に対して学人 RTM との連携を設定するということもできるようになっておりますではここでちょっと簡単にデモをお見せしたいと思います えっとよいしょこれでブラウザが皆さんおなじみ,おなじみかなおなじみかと思います。学人 RDM の画面です、えーと私。私がさっき作ったテストプロジェクトがさここにありまして、えー、っとこの上の方にです、ね、解析というタブが1個追加されておりますで。これを押すと何が起こるかというと、 今、裏で解析環境の方に改めてログインが行われました。そして、この画面の下の方に新しい解析環境という部分がございます。でここで基本イメージとして、どんな言語のどのバージョンを利用しますかみたいなことを選択していただきます。これは実装は Docker ファイルの選択という形になっています。でさらに追加パッケージとして、例えば、AptGet でこのパッケージを追加したいであるとか、 コンダで、えー、このパッケージを追加したいであるとかっていうことを選択していただいた上で、えー、ここで作成先のコンピューターを選んで新しい解,解析環境を作成ボタンを押しますでそうすると,、えー、と学人 RDM 内にためられていたファイルが解析環境の方に自動的にコピーされて今新しい解析環境、えー、実装としては Docker コンテナなんですけれども、えー、Docker コンテナが立ち上がっています でえー、と状況によって少し時間かかることもありますので、えー、とさっき作っておいたやつをお見せしたいと思います。いはい、これですね、えー、と皆さんおなじみの JupyterHub の画面です。えー、JupyterHub でもいいんですが、JupyterLab の方がより見やすいかと思うので、えー、JupyterLab の画面も開いてみたいと思います。こ,のこちらがデフォルトで開くようになっている JupyterLab の画面です。 でえー、とちょっと先ほどお見せしなかったんですけれども学人 RDM にもともと作ってあった、えー、と2つのファイルがこちらにコピーされています1つは Jupyter ノートブック形式で書いた解析プログラムでもう1つは、えー、と Excel 形式の、まあ、ちょっと見られないですけれども、えー、と Excel 形式のデータファイルですでこの解析プログラムでは、えー、と Excel 形式のデータファイルを読み込んで、えーまあ、何らかの解析を行うようなことを書いてございます今ちょっとそれをお見せしたいと思います はい、まあ、非常に単純なサンプルなんですけれども、これはなんか COVID の感染状況とその国の政治体制とかなんかを比較して、えー、関連性があるとかないとかっていうことをけ、えー、っと検討するような研究からちょっと借りてきたんですけれども、えー、これを見ると、なんかその政治的腐敗度が高い国ほど COVID の感染率が低いという相関関係が得られたというようなグラフになっています。で、今、このグラフを画像として、Result というフォルダに保存しました。 で保存したグラフがまあこのような形で保存されていますと。でえー、とここまでが Jupyter ノートブック側の作業で、これをです、ね、非常に分かりにくいんですが、ここに学人 RDM に書き戻すボタンというのがございまして、こいつをクリックしてあげると、えー、学人 RDM 側の方にこのリザルトフォルダの中に保存されているファイルが書き戻されます。でえー、とこれも少し時間がかかることがあるんですが、よいしょ。 先ほどの学人 RDM のプロジェクトを確認しますとここにリザルト私の名前は今日の日付というフォルダができていましてまだ来てないか。いあ来ましたね。はいえー、と先ほど Jupyter ノートブック側の環境で作ったグラフファイルがこのように学人 RDM の中に保存されて他のメンバーと共有できていることが分かります。 はいえー、と今回作った機能は、えーとまあ、以上です、わりと非常にプリミティブな機能だとは思うんですけれども、それでもあの特にですね授業などで、ですね同一のプログラムをたくさんの受講生に配って実行させて、でその結果を回収して評価するとか、ですねそういった目的には有意義にお使いいただけるのではないかと思っております。 で最初、ちょろっと言いましたけれども、これは今、NII が所有している計算機上で計算を行ったわけですが、機関や研究室が独自に用意した計算機上でも同様の連携を行うことができるようになっております。でこれにつきましては、東大 S の MDX さんの方で、この機関が用意するタイプの連携というのを現在、テスト中です。 あの仕組みはすでにできておりますのであのぜひご興味のある機関様がいらっしゃいましたらあのご相談いただければサポートあの導入サポートをさせていただきたいと思っているところですあの研究室で用意した、えー、物理マシンであるとかまたパブリッククラウド上の VM でも同様の連携が可能となっております でえー、と用途ですけれども、まあ、あの1人で使う1人、1人でやる研究にももちろんお使いいただけるんですけれどもあの、共同研究や、研究室での学生間、学生と先生の間のプログラムやデータ解析結果の共有にも非常に便利に使っていただけるのではないかと思っております。また先ほど申し上げましたとおり、えー、授業での利用にも便利ではないかと思います。 特にです、ね、あのまあ研究室なんかだとあの先輩の研究関係を作ったやつを後輩が引き継ぐというときに先輩が卒業して何ヶ月か経った後にあのに先輩のプログラムどこにあるんだっけこのプログラムどうやって使うんだっけ環境構築する時何のパッケージが必要なんだっけというのはすべ、えー、ての研究室で毎,毎年繰り返されていると思うんですけれども、まあ、そういった状況を改善するのを一助になれば幸いだと思っております。 でえー、と詳しい情報につきましては、た、えーまあ、多分事務方の方からもご案内があ,りますあるかと思います。データ解析機能をこれ、これまでお話しした部分につきましては、学人 RDM のオプション機能として、す、え、で、ー、に提供中でございます、えーと。期間単位で提供されるものですので、えー、と期間ごとに、えー、とデータ解析機能を使いたいということを、えー、学人 RDM の利用申請と同じ、えー、流れで申請をしていただくことになります。 でその後、と、機関の情報基盤センター等の方で IDP の初期設定を行っていただくと利用者の情報がこの解析基盤の方にも提供されることによって解析基盤を利用可能となります、はい、でこれまでが一番基本的な部分の説明でした、えっと、JupyterNotebook との連携ということで学人 RDM に保存されているデータを JupyterNotebook 環境を使って解析する機能をご紹介しました。 でここからは未来の話です。現在開発中のその他の拡張について簡単にご紹介したいと思います。えっと、先ほどお話しした通り NII が所有している計算機以外にも研究室や機関が所有している計算機の上にインストールされた JupyterHub と学人 RDM を連携する機能というのも現在すでにできています。あのがまだ あのたくさん事例があるわけではございませんのでちょっとお手伝いいただきながらあーお試しいただくという機関様を募集しているところです。それから現在開発中の機能といたしましてはワークフローエンジンとの連携というものを開発しております。 ワークフローエンジンといいますのはたくさんの種類の計算をあるデータに対して順番に適用することによって、まあ、複雑な解析を行うための仕組みでございまして、えー、まあ化学とか生物学遺伝学等々の分野ではしばしば使われているものです。でただこれがですね、 あのなんか世の中には320種類ぐらいのワークフローエンジンがあるらしくってどこでも全部に学に RDM を対応させることはできないので今あの遺伝研の方で開発されているサッポロという仕組みを用いまして、えーまあ、一段抽象化をかましてこのサッポロと学に RDM を連携させてそのサッポロの背後でさまざまなワークフローエンジンを稼働させることができるという仕組みを現在開発しているところです。 また、大阪大学様その他たくさんの大学様が古典的なスーパーコンピューターを所有されていらっしゃると思いますでスーパーコンピューターというのは通常バッチスケジューラーを介してジョブを投入すると投入したジョブが実行されるのを3日か1週間ぐらい待ってついに終わったとなったら結果を回収してくるという使い方をするものですがそのバッチスケジューラーと学人 RDM とのインターフェースというものも現在開発しております。 これもあの多種多様なバッチスケジューラーに逐一対応できませんのでオープンオンデマンドという,う、まあ、これも抽象化のための仕組みですけれどもこれを用いてオープンオンデマンドと学人 RDM を連携する仕組みというのを現在開発しているところですでこれにつきましても、ね、NII としては、まあ、ワークフローエンジンにせよバッチスケジューラーにせよ実ユーザーを抱えているわけではございません NII の情報系の研究者というのはあのそんなに大きな計算を自分ではやらない <の>で <laughs> 実際のところ使い勝手がどうなのかということについてぜひあの実ユーザーを抱えている大学研究機関等の皆様と一緒になってあの機能開発改善を進めていきたいと考えているところです。 また、ちょっと簡単にご紹介だけになりますけれども、秘密計算システムとの連携というのも現在開発中です。秘密計算システムというのは、複数台のコンピューターに情報を分散させることによって、生データを参照せずに、それらのデータの中の統計情報だけを抽出することができるという仕組みです。 これを用いますと個人情報や医療情報など生データを閲覧させるわけにはいかないような性質のデータに対してもオー,プンなオープンサイエンスの実現が可能になるであろうということを期待して現在、このシステムの設計を進めております。また最後に、このュ q のところサイネットストリームと書いてありますがこれは広域データ収集基盤です。畑とか港とかか、港 さまざまなフィールドに散らばった IoT デバイスからデータを収集してくるようなシステムになっております。このデータを収集してきたものを学人 RDM で管理することによって他の研究者と簡単にこう収集結果や解析結果を共有できるようにしたいということも考えております。などなどですね、さまざまなデータ解析の世界がいろいろ 世の中にあるわけですけれどもそれだと学人 RDM をこう統合していくことによって研究データの世界と計算機の世界データ解析の世界をですねうまいこと結んであげて皆様の普段の研究をよりこうアクセラレートしていきたいということが我々この特に研究データ管理基盤の中のデータ解析機能の目指すところでございますで繰り返しになりますがあの私ども NII は えっと、情報学の研究者たくさんいるんですけれども、えー、大量のデータを使って日々過ごしている研究者って実は実はあんまりいないんですよ。<laughs> 機械学習の研究者とかいるんですけれども、えー、データが研究対象であってデータは研究手段ではないということなのでぜひですねあの大学研究機関等でデータを使って何かをなされようとしている方々にとって えー、このようなシステムが使いやすいのか、使いにくいのか、またこういった機能があればもっと日々の研究に役立つのにといったことをですね、えー、ぜひ、えー、情報共有していただきながら、えー、協力してこのシステムを使いやすいものに育てていきたいと思っておりますので、えー、ぜひともご協力のほどよろしくお願いいたします。す、はいえー、私の方からはちょっと早いででけれども、以上で発表を終わります。